そ我を呼び出した。我と契約をすれば、貴様の需要と引き換えに、望みは何でも叶える。ああ、頼むよ。お前の望みは何だ。誰にでも勝てる、最強の肉体が欲しい。よかろう。では契約だ。ここに貴様の名を記す。かしこまりました。確認します。こうはオツに対しこの望みを叶え、オツは寿命の10年分を差し出す。すごい読んでる。こうおよびオツは相手が、そんなちゃんと読むものじゃないよ。こっちから渡しといてなんだけど、白馬との契約ってそういうことじゃないから、欲と怒りに任せて、勢いでやるやつだから。なんだ、質問なんですが。質問、はい。第3条の契約の更新なんですが、期間は10年でよろしかったでしょうか。そうですね。更新の際はまた手続きを。はい、わかりました。何こいつ。それと第632条のとこで。そんなとこまで読んだ。俺も読んだことないよ。ここの提携店で受けられる割引サービスについて。割引、ここにもらった肉体を見せるだけでコンビニのレジ前にある大福が割引になるって書いてあるのですが。なんだそれ。これ本当ですか。まあ、書いてあるならそうなんじゃないですか。よっしゃー。そんな嬉しいか。それとまだ契約書には書いてないですが、クーリングオフは。クーリングオフ、悪魔との契約でクーリングオフついてくるやついないよ。可能かお聞きしたいんですけど。可能です。怖。わかりました。ではよろしければこちらに、お名前を。あ、すいません、書き間違えちゃった。ああ、大丈夫ですよ。二重線で訂正していただいて、上から判子を押していただければ。わかりました。主肉いただけますか。主肉、あ、すみません、うちご自身の血使ってもらう決まりなんですよ。僕痛いの無理なんですけど。あ、指をね、ちょっと噛んで。そういうの無理なんで、注射とかも無理で。だから最強の肉体が欲しいんです。そういう理由。はい。そのために寿命10年打ってんの。はい、早く主肉をお願いします。わかりました。お待たせしました、こちらで。ありがとうございます。では控えをお渡ししますね。あ、大変申し訳ございません。あ、どうしよう。すいません、もう一度ご記入いただいてよろしいでしょうか。構いませんよ。ありがとうございます。大変お手数をおかけいたします。こちらにお願いします。はい。こうはオツに対しこの望みをか。もう一回読むの。嘘。オツは寿命の10年分を差し出す。やって大変だな。